なとこからもらえましたね、今回は。大喜屋もね、もちろんね、ありますよ。大喜屋賞、大喜屋、皆さん知ってますか？大喜屋ラーメン、群馬にいっぱいあります。奥曽根ローカル、イエー。わあ、さあ、うわー、歩いた、歩いた。優勝できる可能性がぐっと高くなりました。そうですね、なかなか勝てなくなってきたボックスナイト、今、今日は勝つチャンスか。そうです、やっぱりね、マキシムさんから。マキシム、抹茶オレと、抹茶オレと何ですか、キャラメル、キャラメル的なマキアートみたいなやつですね。それですね、そのスティックを消すで忘れちゃいけない大喜屋賞もありますね。はい、はい、大喜屋賞、今回の餃子券とドリンク券と多数用意してます。これももちろん参加してない人も持って帰るチャンスがあるので、っていうことは見てなきゃいけないですね、この大会。 CM 当てもね、しっかり見てないね。チャンネルはそのままで。そうですね。それでは1番の人から、1番の選手がスタートした。来ましたね、1番、まずは来ました。誰ですか、これないんですか、名前は。おっと、ここもキッズ、確実に俺よりうまい、いやうまい。アウトの高さが自分の身長よりありますね、確実に。やばいですね、これすごいギャップをアウトしてる。オッケー。さあ、今回のね、ジャッジちょっと聞いてみましょうか。はい、ね、ジャッジ、キット君、はい、よろしくお願いします。みんな頑張ってください。スタイル見てます。いやらしい目で見てます。じゃあ、近藤さんお願いします。今夜も雪ですけどもね、みんな頑張っていきましょう。はい、ありがとうございました。さあ、じゃあ松井くんどうですか。今回キッズが多いのでちょっとキッズにしたいと思います。真面目か。さあ、近藤さん今見てます。どうくん、なかなかぬるい感じでいいですね、はい、真剣ですね。みんな真剣に見てるんでね、まあ、熱いアピールしてください。順番通りしてる、どこの順番か分かんなくなりましたけど、ジャッジはちゃんと分かってますから心配なく。バッチリ分かってますよ。さあ、ギャラリーの方もっと近づいていいですよ。近づいてみんな盛り上げましょう。ちょっとね、コースの中に座るとね、突っ込まれる可能性あるんで、みんな明るいとこで集まって、こういうことで、おっとー、おっとー、一人になってきた、また。おっと、何、私、トリック名がわからないで申し訳ないですけどね、ちゃんとジャッジの方を見てますんで、そこはご心配なく、激しくいきましょう。ただ、怪我のないようにお願いいたします。うえ、順番通りでいきましょう。一発目は順番通りでお願いします。おっと、フルスタイルスキーを来ましたね。今回スキーヤーもキッズも多いということで楽しいですね。スキー、ボーダー、男女、年齢問わず入り乱れていくという。いや、やっぱりスキーヤーすごいよ、かっこいいっすね。さあ、続々とスタート地点に猛者たちが集まってきましたよ。手でこいで、スピードが出ないのかな、なるべく。あ、ね、上の方からでもいいですよ、今井君。もうちょい上の方に行ってもらって、ちょっとスピード出なそうなんでね、上から行ってもらってもいいですよ。おっと、乗せ替えるとあれで、疲れが、リガード大塾です。彼の誘導でですね、ギャラリーの皆さん、イエー、シューイチなんちゅう、にゃんちゅうってこすって叩いて、じゃんけんぽん。まさしくそれ。でもスタートして結構いますよね。おっと、またキッズ。おっと、こんなとこじゃないですか、今の。すげえ。そして、キッズかと思いきや、有望じゃないですか。いい年の有望じゃないですか。身長は変わらず。さあね、皆さん、コーヒーね、どんどんあるんで、飲んでってください。はい。
回っちゃうねとかもあるんでね、そって見てる皆さんもいいですよ、どんどんちょっとお伝えしたい、ちょっと通りづらいのかな、確かにそれはありますね、そうだね、どこを通るんだって話になりますからね、これ見てからの感想ということで、はい、おっとお父さん、いやいや、お気軽に飲みに来てください、あの僕たちが言っても美味しそうに感じないので、はい、マキシムガールのチカちゃんどうですか、美味しいですか、美味しいですマキシムガールが美味しいと言っております、マキシムガールのミルクさんどうですか、美味しいですか、超美味しいです、超美味しいそうですよ、これは飲まないとということで、マキシムガールの矢野さんどうですか、美味しいですひねれや、ひねれや、マキシマムガールのおっとゆりさんどうですか、結構結構な手前でそうですね、今からマキシムガールがそっちに向かいます、じゃあポッチョとコップをこっちに向かうそうです、はい、ただ、どちらかというとボーダーが多いということで、スキーヤーの部分、この根性の見せ所ということで、今回はスキーヤーだぞと、でもやっぱりスノーボードも負けるといいですね、全然いたつい接地面がほとんどに、それ全部狙ってるでしょ絶対軽い、細かいことわからないんで申し訳ないんですけど、それで MC やってますけど、いや、なるほど、関係ないですね、おいしい抹茶オレ、抹茶オレ、はい、盛り上げてくれます、それで一言です、おほほほほほほほないけど、あー、すねFM 向こう山やってますからね。
そうですね、今日も一日ね、チェックしてください。場外放送やってますんで、チェックしてください。またスライディングがあるのか。よく危ない。スライディングした方がよかった。オッケー、だいぶこの信頼関係っていう技がね信頼関係っていう技だったんだ知らなかった初めて見たあれあのいやーいやもう今回はちょっとあったかいです。そういう意識いいですね、確かに。強くなってきた、マジそこまで。まさに浮き声祭りから始まったと。それで本当に。浮き声祭りの。いやいやー、回も滑れる。いつもより2倍完売滑れるんじゃないですかね。頑張ってくれてますんでね。スタイルの方見せて、ガチってください。ジャッジ。いや、またキッズが来る。キッズと言って。バッター、スーパーキッズ。もう前方、はるか先を見る。バッター、うわー、はい、ラスト1本です。いやー、メーター最後、今でも早く、早めに上がれば。30になったら脱線。いやー、決めましたよ、ついに欲張り。ということで、ラスト1本。今、スタートしてみる人で最後になります。信頼関係はやらなかったみたいな。あ、僕使わねえっていう。もうね、反抗期みたいな。何が、僕くすないとかやっていう技ですよね。俺は一つも当てねえぞ。もう本当に反抗期。パチンって叩いて。なんだよ。思いっきりプラスでしょ。すげえ。すげえな。苦笑いだけで言うと苦笑いだけで言うと今日来た来たね、急に来た感じ、ニューボールでしたね。よしさあ、顔を隠してからのイエス。いいですね。残りラスト2人ですね。2人だ。ラスト1本行きましょう。ラスト2でスピード出して。うわそして勝ったでしょうか。オーラス、オーラス。さあ、ここで。アダッチ大好き好きです。オーケーアダッチ大好き。イエーイ。アウトはどうだ。ジャッジ結果入りました。さあ大丈夫。まだまだダメですね。はい、いただきました。先行ヒーローアダッチ大好き。そして高校ナンバーオーリー。次は決勝でもおっしゃわかんないぞ。先行
足立大輔か、この子、オリ、どっち、先頭を切ろう。3、2、1、3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 、
ですね。これはすごい戦いになるんじゃないですか。ゆり、高校、黄色、住吉、逆じゃないでしょうか。先攻は黄色じゃないでしょうか。先攻は黄色でした。先攻黄色、高校赤、どっちですか。3、2、1、ジャッジ。先攻ですね。先攻は柳沢だ。柳沢黄色きた。彼らイエーイ、さあ集中力高めていくぞ。とピョンキチ最後まで待たせた。ピョンキチ何を見せる。あと手を振っておる。いやー、これはどうやってこれはジャッジするんだ。先攻黄色、後攻赤、ジャッジはどっちですか。3、2、1、ジャッジ。先攻ピョンキチ、ありがとう、ありがとう。セナ、きたー、セナ、セナとは、その子のことでした。セナ、きたー。きた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 ー。いやー、セナ、それを見たとも、ピョンキチ、ピョンキチ、ピョンキチもキッズ。ピョンキチ、キッズ対決。兄弟ですか、下手したら。違う、ありえる。わー、来た、イエー、大丈夫か。予選では決めてた。ユキチ、これを見てジャッジはどうでしょう。先攻黄色、セナ、後攻赤、ユキチ、どっちだ。ジャッジどっち。3、2、1、先攻でした。おめでとう。ユキチ、1回戦最後の戦い、おわ、ビギナークラス先攻てるよ、ゆうか、またしてもキッズ。いやいや、ゆうかちゃん、ちょっと硬くなったか。予選ではスムーズだったけど、それを見て高校、あや、もう来てる。大人ですね。あ、どうだ。手を見せてきた。そしてそれを見て高校オリ、どうだ、どう出る。出た、彼女ですね。この対決は、これはどう見る。ジャッジ結構黄色、後攻赤、どっち。ジャッジどっちですか。3、2、1、ジャッジ。先生のアッチ、そのアッチ、オーリーありがとう、ありがとう、いいの見せてもらいました。柳沢準備ができてるので行ってみよう。 DJ キャッシュ、エグゼイ、ユーミュージカルレッツゴー。船がユーズ盛り上げてくれ。チェア、いやー、狙ってる、狙ってる、バディムービー、イエーイ。 Yeah!
完成度を上げてきた。それを見て、ここ柳沢今日なんか行ってるよって来てますね。あ、彼ですか。イエーイ。柳沢か。ジャッジの手、3、2、1、ジャッジ。コーナーと柳沢。つながゆうじ、ありがとう。ナイススタイル。これは難しい。セナ、ココ、赤、アヤ、赤、アヤ、赤、アヤ。準備はできてますか。丸です、早くしろと。デジェキャス、いってみよう。さあ、セナちゃん来た来た。小さいながらも目立ってましたね。小さい体に大きな魂。ここでセナ、オーリーカロット、スタイル出てきた。さあ、拍手を送ってます。それを見て、高校のあや、大人としての意地見せましょう。さあ、もう来てます。ここでノーズプレゼント1。あや、これを見てジャッジはどうでしょう。先攻がセナ、黄色のセナ、後攻が赤、あや。いきましょう、3、2、1、ジャッジ。先攻セナ、先攻セナちゃん勝ち上がった。決勝3名の決まりましたね、これで。こだわりましたね。来ました。そして2番手は柳沢。表彰式行きましょう。いいですか。今井君もお疲れ様、スタートの中に行きますか。で、柳沢君、そしてセナちゃん、この3名です。皆さん大きい拍手を。今からこの今回のね、頂点やつ、そうね、ベテランでございます。いいですか。僕たちは責任を取りません。はい、皆さんが決めたんですからね。はい、じゃあ並んでください。どうぞ後ろに皆さん並んで、ジュさん、この人がどうだったっていう人、オリジナルスタイル並んで、全員じゃあ行きましょう。さあ、第2回、ね、ルックスナイトのね、優勝、2万円、賞金2万円、賞金2万円です。誰でしょうか。早く、誰でしょう。早く、はい、おめでとう。してみようかな。社長、この賞金何に使いますか。大喜利だ。じゃあ優勝の、さあ
生々しいです。生々しい、こちら賞金2万円、大きな、餃子ドリンク券が入ってます。はい、どうぞ。おめでとうございます。さあ、そしてそしてだ、今回大喜利賞豪華です。すごいです。大喜利賞お二人。はい、どうぞ。おめでとうございます。写真ドリンク券、はい、4枚ずつです。4枚ずつ、おめでとう。おめでとうございます。どうだったかな、今日は。面白かったです。面白かった。どういうことですか。大丈夫ですか。はーい、すいません、間違えました。さあ、その間違いを教えてくれない松井くん、ごめんなさい、ごめんなさい。あと1分には DVD を、あと1分、2本、2発目の公開ラジオが入ってます。結果だったら、すがダメゴミじゃないですよ。いきます。はい、ボックスナイトでこすら取れました。オッケー、ありがとう。オッケー、みんなありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ナイト2011年初め終了、お疲れ様です。おかげでこんなことになったの。なんかやろうとしてるんですよね。ありがとうございました。いやー、ホームページ、YouTube でみんなチェックしてみてください。また3回目、3月12日待ってます。みんなありがとうございました。